今期ね、無敗を誇ったレバークーセンが EL の決勝でアタランタに負けましたということで、なんでこれ負けたんだと、アタランタってそんな強いチームなのって言われて、まずアタランタの説明からすると、アタランタってね、素材型の選手を取ってきて、で、売るっていうのを繰り返す。で、今回見てみたら、思ったのが、やっぱりね、ルックマンが177だったかな。で、それ以外の選手、ほとんど185以上で、バックラインに関しては190。で、面白いことに、サイドのウィングバック、 が185以上で、で、前線のスマカッカとデケラなんとか、あれも190以上でしょ。で、交代で出てきて、あ、そうそう。で、左サイドバックじゃない、左センターバックのコラなんとかって人が184ぐらいだったから、190の人に変えられてた後半。うん。ということでね、なんで曲げたのか、簡単に言うとマンツーマンハイプレスです。これをうまく運用してたから。見てくださいね、赤い方がレバー空前で、 大体この3、4、3みたいなフォーメーションを採用することがいいんだけどこういう風にマンツーマンでねあのプレスしてねついてしまえばねパスコースがなくなるわけだで,でパスコースがなくなるとどうするかってねえ、これこんなの後ろの放り込めばいいじゃんとか言ってうーん、これこうやって用意挑んでね行くと アトランタって素材型のね、でかいやつ集めてて、当然ね、身体能力があって、多分それなりに速いやつ集めてるから、まあ、放り込んだ後見てからでも対応できるんじゃないのかなというのが一、レバークゼンってそんなに速い選手揃えてたっけっていう、レバークゼンフリンポンぐらいじゃなかったっけ足が極端に速いのは。 だから、レバークーゼンがやるとしたらね、このフリンポンの位置をここに持ってきてやってから、用意ドンやってやるのが良かったんじゃないのかなっていう。で、あとね、このハイマツマハイプレスは、放り込みに弱いから、で、放り込むでしょう。はい、全員180台。<laughs> うん、半ば以上。<laughs> で、最後、ここはね、穴だったんだけど、190に変えて。で、あっ、ちっちゃいのるって、これ、 えっと、左のウィングじゃん。ルックマンじゃん。で、ルックマンこうやって抜け出してね。うん。まあ、こんな感じでね、モイリーノとか、バール、えっ、ー、と、ビエルスとかバルセロナ相手にやってた戦術で、えっ、ー、と、インテルの時は、あの、えー、とドア、えっ、ー、と、バスザー、なんとかか、うん、バスを置いてみたいな感じで、えー、ローブロックからのカウンターばかりやってたんだけど、さすがにそれじゃあボコボコンされるからっていうんでやり始めたのがこれ、マンツーマンハイプレス。クリシャル・ロナウジュにもさせたんだよねっていう。 うん、で、これでね、なんとか試合になるっていう。で、これやられると何が困るっていうと、まあ、パスがつながらないから、ロングボールを放り込むしかなくなる。または無理やり抜く。うん。で、抜けなかったらどうするのって、その場でボール取られたりとか、または閉じるから、えー、そこからショートカウンターを食らうっていうね。で、これの弱点はね、はっきり言うと、 まず1に放り込み。でも放り込みに強いメンツを集めてるから大丈夫。で、じゃあここら辺どうすんのってね、あの、こうやって前出たら、うん、はっきりオフサイドでしょって。うわ、とちった。オフサイドでしょっていう。うん。だから、えっ、ー、と、ここのセンターバック3倍がね、こうやってガン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 前でね、カバーしていくとね、例えばここら辺で抜けたとしても、はい、カバー来ました。抜けました。はい、カバー来ました。ってなるから、 まあだから、ここに奴らやつだから、こうやってね、降りてこなきゃいけないんだよねっていう。おー、オフサイドになる、とか言って。で、ここで本当に怖いのは、まずやっぱ裏抜けだから、このセンターバック3枚が勇気を持ってやること。で、ちなみにフォーメーションに関しては、相手に合わせればいいんだから、だから、例えば相手がフォーバックを採用してたら、4、4、2とかやったり、今回はあのファ3バックだったから、3トップをぶつけて、ワン、ツー、マンハイプレスをっていう。 で、もう一つの弱点はね、体力。これね、あんまりやる時間ができないのよ。というのもすっごい疲れるから。で、日本代表がやってたでしょ。ドイツ代表とかスペイン代表に。で、あれは後半の最初の数分、トリガーをかけたかのようにやって、で、点を取ったらやめるみたいな。まあ、そんな感じでね、当、まあ、たらとも多分そうしてたんじゃないのかなっていう。で、何をやればって、点を取ったら、こうやってね、ローブロックを敷けばいいのよ。うん。ファイブバックにして、ファイブバックにして、あ,あ、動かした。 で、こうやってね、441を形成して、ブロックを。うわ、きつーっていう。で、一人カウンター要にこの辺残しておいて、うわ、これどうやって崩すのって。はい、5レーン。はい、5レーン対応してます。はい、5レーン。をまたやっちゃった。5レーン。 お一体どこを攻めればいいんだってえっ、ー、と、レバークーの場合こうなのかなえー、と、確かセンターバックがこっち上がってきて、で、こう押し込んでいく。5、3、2みたいな感じになるのかなうん。あ、違う。えー、と、2、3、5だ。うん。で、これね、もうね、えっ、ー、と、パスコースないじゃんっていう。<laughs> で、これね、また、あの、体力が戻ってきたら、マンツマンハイプレスを繰り返して。 でこれねはっきり言ってねマンツーマンハイプレスをやってくるっていうのをある程度予測した上で対処しとかんと本当に放り込みと裏抜けしか対処ができなくなるからまた無理やり抜くでそれに対して相手もねあの準備してきたら対策取れるからまあこれはねきついよねっていきなり決勝戦でやられてかわいそうっていう。 とということでね今回あのマンツーマンハイプレスっていうのを紹介してみたんですけど、まあ、当然これねアタランタがねよく遂行できたらっていうのがまず1こんな恐ろしい戦術だって本当に裏抜けまた放り込みで一発崩されたらね1対1で抜かれるからもう即失点シーンっていうあとレバークーゼンがあのフリンポン以外に特に足の速いハタッカーがいなかっただからディアビとかがいたら面白かったかもしれないんだけど。 さすがに極端に足の速いアタッカーがいないとこれはねっていう。ということで今回ねレバークーズの敗戦を解説していらっしゃった。